スノーマン、目黒蓮、発表、今トピランキング。スノーマン、目黒蓮が、7月スタートの月9ドラマ、海の始まり、フジテレビ系、で主演を務めることが発表された。放送は2024年7月スタート毎週、月曜日21時から21時54分、目黒は同ドラマで父親役に初挑戦するようだ。そんなサイレントのスタッフが再集結するということで、ネットでは、再タッグは嬉しすぎる、などと早くも期待の声が相次いでいるが、目黒の相手役については、まだ公式発表はされていない。3月配信のピンズバニュースで、目黒主演の夏ドラマのヒロイン役について、有村架純が起用される可能性があると報じている。まだ有村の出演が確定したわけではないが、有村といえば13年に平成ジャンプの元メンバー岡本圭人と、そして昨年はキング&プリンス高橋海人との熱愛がそれぞれ発覚。また、目黒とは22年公開の映画月の満ち欠けで共演し、濃厚なラブシーンを演じるなどしていることで、一部の旧ジャニファンは有村との共演疑惑について歓迎の声はあまり聞こえてこないようだ。目黒蓮、未だ美代と有村架純を指名してない。毎回同じ女優としか仕事しないの不気味。